には最大のトラップだったよな。マジだ。真面目なフレアレイの声真似してます、ルザンオルマです。よろしくお願いします。この今コメント欄にいるこいつです、はい、よかったらねサポートとかフォローとかしなくていいんで、はい、協定さんとは普通に仲いいです僕ごめんごめん。ない帰るなよ。残り1時間だがせっかくの誕生日二人っきりで祝おうじゃねえか。誰それ。妻に言ったやつリブ。あれね、あ悪い。くだらねえ話を聞くと頭が痒くなって思わず肘が。このままくだらねえ話を続けると今度は尻が難しくなって思わず膝が出ちまうが、それでもいいか。横溝15でした。誰もわからんけどすごいこいつの仇を取るって約束まだ果たせてねえんだからよ。てめえ楽しい楽しい爆弾の解体中だってのに邪魔してんじゃねえや。というわけでジペイちゃんです。お願いします。よよ。だからあの土下座は命乞いなんかじゃなくここだよ班長。誰も傷つけてたまるかっていう警察官のハートがそうさせたんじゃねえの。どうも萩原健二つなかんです。よろしくお願いします。これ練習してた。このセリフしてない。ぶっつけ、はい、ぶっつけ。こうやって決めてくんだよな、ね、さすが。さすがだよ萩。圧倒的力がなければ正義は執行できねえんだよ。俺は何か間違ったことを言っているのか。どうも班長ですちゃんとやったというわけで、今回は、ガーティックフォンやっていきます。イエーイ。じゃあこれ初めてやるの。お題はコナンに沿ったやつにしようか。例えば狂気とか、うん、警棒とか、うん、ちょっと待ってね。あごめん、ちょっと一回みんな静かに。どうしたの。一個ミス思い出してそれを取り返したいからちょっといいかな、はい、うん。君音楽は好きか。どうも諸星です。よろしくお願いします。それやってるから。じゃあ俺だからこの後編集で入ろうかと思った。あれ始まるのこれ。こんな感じで始まるのか。じゃあお題書く。文章を書き込もう。文章。うん。まあ、簡単な。何しようかな。簡単なお題でいいよね。何か。これここなんだよ。何これ。ここなんだろう。確かこんなんかぶって誰か今チンコっつった。言ってない。誰も言ってない。これでタバコ加えしとけ。すごいマジか。違うこんなかっこいい髪してた。この子いい。このチンコするよ。それでこうだな。こう持ってたらいいんだろ。こうやって一体何書いてんだ。いや、なんかこんなんだろう。もう大体これの時は正解みたいなとこあるよね、みんなね。これ大体そうだろ。どういうこと。これで上手に書くやつすげえな。これもいるんだよな、上手いやつっていうのは。あ、間違えた。ごめん、ゲップ出た。これこうやって。これまだコナンの声真似やってんだよね。やってるぞ。どうしたの。あ、そうなんだ。やってるぞって、その口からよう出たな。はい、締め切りです。次行きます。その次はイラストを見て、これはこのお題は何だろうなみたいなのを当てる。あ、なるほどね。大丈夫大丈夫。キメラがいる。これなんだ。こうだろう。うまい絵が回ってきましたね。これだろ。俺もうまい絵が回ってきたよ、うん、俺もうまい絵が回ってきたからな。あ、じゃあみんなうまいんだ。上手だね。班長かな。班長なわけないね。班長なわけない。どういうこと。あ、いやほらオリジナリティがあるじゃないですか。お前このお題萩原お前だなこれ多分なんかあいつこんなんだろ。でも意外と時間はいただけるからまだ4円みたいな。なんかこんな手で悩んでなかったっけ。これもすごい不謹慎な指になっちゃったけどいいか。まああこれなんかこの辺にさなんかあれつけてるじゃん。だからこうだろ。あ俺うまいじゃん。あとこれで太いのでこうやってこの辺適当に塗っとけばほらほら俺うまっ。これコナンの声までやってんだよね。やってるぞ嘘つくなって。嘘は声がもう違うよ誰か、うん、協定。おい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 お前は、うんうん、ちょっと待ってね。これちょっと待って。これどうやって戻すのこれ。あ、こうか。おい穴子なんだいなんだいなんだいって言っちゃったじゃん。あ、終わっちゃった。え、また？え、うま？え、あれ？え、また同じお題？多分ね、元々のお題が被ってる可能性があるね。あるな。あ、そうですね。なんか同じようなのが回ってきてるよね。うん、うん。私ちょっと分かんなかったんで適当に。でもここぐらいからもう多分ずれてくると思う。そうですね。原型がなくなってくるんだよどんどん。私の責任じゃないですね。自己防衛してな。自己防衛おじさん。おじさんで言うな、先輩だぞ。森さん。早くない？森さん、簡単なお題だった。後輩が。いやー本当だね。本もよいしょ。ちょっと待って。下手くそですか。それともいやあのね今ね絵にキャパを注いでるせいかトークがだんだんみんなそういう雰囲気出てきたけどね。もうちょっとあのトークも弾ましてよみんな下手くそ。
もう参加しねえぞ。次回からいきなり一人ぼっちになっちゃうかもしれない。どうも諸伏ひろみつです。今日は一人で野良に混ざってゴッドフィールドをエイペックスをやって。野良に混ざって。音楽は好きかしか言えなくなっちゃう。はい、オッケー。こうやっていざ書いてみるとやっぱむずいよね。マウスで絵を描くのは。これ伝わらんかったらもうコナン見てないやつだろこれ。お、自信があるんだね。こうやって言うとアウト。あ、終わった。おかしい。うわ、なんだこれ。コナン関係なくなっちゃってるけど大丈夫かこれ。でもうまいんだよな。ちょっと質問いいか。なんだ、うん、絵だよな。絵のしりとりだよな。絵のしりとりだ。絵に文字だけしかないんだが。それ書いたやつにじゃあ全ての鬱憤を晴らそう。みんなで。これですね。次です。あ、終わった。じゃあまず俺のお題表示。はいはい。パンチョの靴下。パンチョの靴下。なんでだよ。はい。わかるか。ハギーが描いた班長の靴下こちらドン。うまい。うまい。ああうまい。うまい。これはうまいね。これを見た色まで塗れるのすごいな。これを見たゼロは、うん、班長の靴下。これはわかった。おおすごいすごいすごい。優秀。フレアちゃん。さすがフレアちゃん。じゃあこれを見た、静岡県警の方はこちら。はい。うまっ。おお。うまい。うまいうまい。ただちょっとなんか表情がね、皇帝ペンギンの擬人化みたいになってきてる。じゃあこれ見た陣平ちゃんの答えはこちら。班長の足は臭い。もうお前か。じゃあこれを見た班長は絶対蒸れてるじゃんだってさ。こちらドン。そうか、こういう感じで見せるのか。結果毛利さんはおめえだよ。じゃあ続きまして、はい、静岡県警の方のお題はこちら。はい、横溝県警。いやこれわけわかんなかったよこれ。おいしんどかったんだけど。で、ジンベちゃんが描いたイラストがこちら。そう。あ、まあ、うまい。なんでしょこれ。頑張ったな。うまいけど。で、これを見た俺が描いた答えがこちら。うん。いや、そうなっちゃうよね。まあね。あの変な薬、まあ、変な薬飲んだんだろうな、でもね。じゃあこれを見た班長は。うん。なんでカイリキーが水色？あ、でも伝わってますね。博士が腕4本伝わってる。あ、でも合ってる合ってるニュアンスは、うん、嫁さん打ち抜きおっさんが書いたのがこちら。怖いよ。いや違う、顔面が忠実だから余計怖いよ。顔描いたらスペースなかったんだよ。ハギの答えがこちら、うん、まあでもわかる。班長のお題がこちら。コナンか。ああいいね。あれシンプルだ、ね、なるほどね。これは多分ゴールいくんじゃないかな。これメガネの坊主みんなうまかった。いいよいいよいいよ。うまいよ。なんかいらんの入っちゃった、ね。いらんの入っちゃったよ。どうなんくんだよ。うまい。うまいね。うまいね。うまい。でこれ見た俺は江戸川コナン。江戸川コナン。はいはいはい。でこれ見た萩は。うん。いやでもあれよこれ普通にさ掛け力はあるけどふざけたやろ。これ東海オンエアじゃんこれ。誰が虫眼鏡やねん。でこれ見たジンペイちゃん、どうだろうな。ドン。おーゴールもいいんじゃねえか。じゃあ次毛利さんのお題こちら。赤井秀一。はい、おお色合いがない。だいぶ赤くいったな。これ帽子赤くないけどね。これで、班長がこちら。タバコ吸う。まあ、よくよく伝わったな。わかる。キャプテン翼みたいになっちゃった。ごめん。首太いな。これを。キャプテン翼がなんか誘導したなこれな。これどうなるんだろうな。それでかもわけわかんなかったんだよこれ。これ見たジンペイちゃんはこちら。うん、わかんなかったよ。怖い、これダメ。あの病棟とかで見るあの怖いやつだから。なんかねちょっと怖い感じになってきたね。これやだめ。書けなかったんじゃないかな。クリックできなかったかも。わかんねえよ。俺も文字が引き込まれる。囚人の服って横島だったらそういえば間違えちゃって。お題はこちら。ペロ。わ、これは生産があり。あ、これはめんどくさい。まあ、これコナン。じゃあこれ見た。なんでなんでお前なんだよ。お前も死んでんじゃねえかよ。なんでお前が。でこれを見た毛利さんはこちら。よく、あ、まあ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 。で陣平ちゃん。あー、うまい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 。これ見た伊達班長はドン。ここじゃない。ここじゃない。これ見た、ゼロが書いたのはこちら。なっちゃうよね。なっちゃうよ な, そうだな。伝わったわ。答えが桜木。なるほど。最初のこれも桜木に見えてきたもんね。見えないでしょ。ニヤついてるハンタクさん。
これ誤字だよね、はい、半沢さん、いや違う、半沢さんっていう半沢さんのこと、あ半沢さんなのね、半沢さんと思ってた。嘘でしょ、間抜けじゃない、ただろそれじゃあ、でもちゃんと伝わってくれた、ありがとうな。そうだった、そう、萩がこちら、うん、犯人、まあまあまあ、で次ゼロはこれを、ああ毛利さんは犯人、犯人、あ犯人、あでこれ見た俺が書いたのが犯人、あでもまあ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 ドアップ、まあ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 でも通じたね。これ俺な、かぶっちゃったんだよ。あーでも合ってるわ。コナン君みんなうまかったな、ほんとな。いやこれめちゃくちゃうまかった。でこれ見たジンピちゃんこちら、江戸川コナン、江戸川コナン、そうだね、うん、これ見て書いた俺のがこれ、うん、これ生産狩りなめてる、これ舐めてる舐めてる、生産狩りだよな。よかった俺これ舐めちゃったな、これ不謹慎な指の形してる感じにいかんかなと思って結構気にしてたんだよね。おちんちん、うんうん、これなんでハギこうなったの？ね、真実はいつも一つまで打ったらあの、うん、予測変換で一つだけの大飛行まで入ったいいやと思って、なるほど、それ伝わる伝わる、惑わされました。あうまいな、ほんでうまい、うめえな、ほんでうまいな、ほんでつながったわ。でこれでまだコナン君ってあー惜しい、あーまあ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 、何来たらこうなんちゃう、ニアピンニアピン、まあまあ、でもまあまあ伝わった伝わった、うん、最後までそういう意味かなと思ったんで、じゃあ今日のエンディングはジンペイちゃんに締めてもらおう。あ、ね、あ序盤ジンペイちゃんのおかげで500人いなくなったんだ。大変皆様にご迷惑をかけたことに関してはですね、やはり自分の年齢というかですね、最近やはり物忘れが激しいということは出てきているんですけど、何言い訳っぽいな、うん、視聴者の人納得しないな、皆さん、俺が悪いよ、また見てくださいね、かぶったかぶった、もうめちゃくちゃしちゃった。それでは皆様またお会いしましょう、ありがとうございました、じゃあね。